東北開発株式会社は、東北地方の食産工業を目的として1936年に日本政府が設立し、50年後の1986年に民営化された国策会社である。民営化してセメント会社となった後、1991年、三菱マテリアル株式会社と合併して消滅した。 東北開発株式会社は昭和初期の世界大恐慌や東北地方を襲った度重なる例外と共作及び昭和三陸地震とそれによる津波により疲弊した東北地方を救済し経済振興を促進する目的で1936年10月国が特別法に基づいて設立した東北工業株式会社を前身とする1957年8月 再び特別法により東北開発株式会社に改祖され事業を継続してきたが法定存続期限の50年となった1986年10月セメント会社として民営化した後1991年10月三菱マテリアル株式会社と合併して消滅した東北工業株式会社及び東北開発株式会社は昭和の激動期にあって 東北地方の植産工業を目的として、東北地方に豊富に付存する天然資源を活用するため、27種の直営事業を実施するとともに、民間企業の設立を促進し、地域経済に定着させるため、115社に及ぶ企業へ投融資を行い、また企業誘致のための工業団地造成事業を推進するなど、広範な事業活動を通じて、 東北地方の産業振興に寄与してきた。北海道開発庁や沖縄開発庁のような中央省庁ではなく政府自らが特定地域の振興のために率先して株式会社を設立し地域住民の参加を求めた例は日本経済市場他に例を見ない。その後会社法改正で出資の大半は政府資金で賄われるようになったが 株式会社形態は最後まで維持された。明治初期までの東北地方は、爆反体制時代に発達した産資業を中心に、他の地域と遜色のない産業構造であり、生産学であったが、母親戦争の後遺症で、明治政府から続軍として置き去りにされ、その後の繊維工業を中心に始まった工業の近代化路線に乗り遅れ、さらに日清、日露戦争と、 軍備拡張による工業振興策の恩恵に良くすることもなく、次第に更新性が定着していった。このような状況を打開するために、明治20年代以降民間あるいは帝国議会で様々な東北振興論が提唱されたが、具体的な政策までに至ることはなかった。1913年、北海道及び東北地方を襲った。 大例外を契機に内務大臣の原敬の労により渋沢栄一を回答とする東北振興会が結成され、義援金募集や東北宅職会社設立要項等をまとめるなど、東北振興問題の重要性を全国に広めたが、効果のある施策は実行されずに1927年に解散した。日本は、 第一次世界大戦による大戦契機から1920年の後に戦後、強行に陥り、さらに1923年の関東大震災による震災不況、1927年3月からは昭和金融強行も発生した。1929年に世界大強行が発生する中、翌1930年1月に井上淳之助蔵将が、 国際経済との直結をもたらす金解金に踏み切ったため、日本も昭和恐慌に陥った。すると、金の国外大量流出、株式及び商品の暴落、物価の下落が発生し、都市部では企業倒産による失業者が急増し、農村ではギートの対米輸出の減少に加え、豊作にデフレが白車をかけて米価が暴落し、 深刻な困窮状態に陥った。さらに1932年の強作、1933年の昭和三陸地震、津波、1934年と1935年の強作が立て続けに地方経済を襲った。特に東北経済は深刻な打撃を受け、農村では飢餓状況と娘の身売りが見られるようになり、 東北救済の声は大きな世論となった。1934年12月、初の総合的な東北振興の政府機関となる東北振興調査会が発足し、翌1935年5月には内閣に東北振興事務局が設置され、東北振興の高級対策を目指した。東北振興調査会は東北振興策の根幹として、 東北工業及び東北新興電力両社の設立を構想し、1936年5月の帝国議会で東北工業株式会社法及び東北新興電力株式会社法が成立し、同年10月7日に東北工業株式会社が設立された。資本金3000万円は東北6県が半数を引き受け、残りを民間その他より公募し、 政府出資はなかった。なお、設立された1936年には2.26事件が発生し、日本が軍国主義への道を突き進み始めた年でもあった。東北工業の事業目的は、肥料工業その他電気化学工業水産及び、鉱産の資源開発事業水面埋め立て事業農村工業、その他東北地方振興に関する諸事業を経営。 またはこれに対する投資その他の助成を成すものとす。と定められ、これに基づき事業計画が立てられたが、1937年度予算では、予算全体の50%を超える軍事費膨張の煽りを受けて大幅に予算を削減され、東北振興計画は出だしから縮小せざるを得なかった。また、会社経営の基盤とされた科学肥料工業直営計画は、 会社側の企業意欲が弱かった等の原因により、投資事業に形を変え、その後の東北工業は投資、女性事業にシフトしていった。九百三十七年七月、路甲橋事件を発端に、日中戦争、太平洋戦争への党をたどり始めた日本は、九百三十八年、国家総動員法が定められ、東北工業は、当初の東北振興のための事業から、 国防型事業に傾斜していった。そして、この国家的要請は急激な事業の拡大をもたらす、結果になり、まるで会社の見本を作るようだと批判されるまでに、投資関連会社が増え、1942年11月時点の投資会社は46社を数え、新興グループと総称される、投稿コンセルムを形成していった。そのうち、資本金1000万円以上の会社は、 東北振興科学、日東化学工業、旭化学工業、東北振興アルミニウム、東北振興パルプ、日本飛行機、カヤバ製作所、富士田組の発車で、これらはいずれも戦後大手、中堅企業として活躍している。設立以来、終戦に至るまでの9年間、東北工業は総額1億6762万円という膨大な事業投資を行い、 東北振興と国策遂行のために広範な事業活動を展開した。終戦時までの事業は科学工業、機械工業、鉱産業、農林水産業などで113人も上がっている。国策会社という性格のため、採算を度外視した投資も行わざるを得なく、ボロ会社が東北工業を食いつぶしたと国評を受けることにもなるが、 工業を中心とした振興を目標にした当初の目的は十分とは言えないまでも果たすことができたと言えよう。戦後の東北工業は政府からの財政援助の相当部分が立たれ GHQ による財閥解体の流れの中で直営事業を木戸た丹工業、福島石灰窒素工場、秋田造成土地、大の原始畜牧場、物産販売事業の5種に限定し、 投資事業についても、終選直後にあった7九社を三十社前後に減らすなど、徹底的な人用の縮小と経営の合理化を実施したが、水備の位置図をたどり、その存立さえも危ぶまれるに至った。昭和二十年代後半に入り、東北七県の知事及び県議会議長は、東北工業株式会社の改革強化を要望し、会社は新たな根幹事業として、 東北地方に大量に付存する石灰石を利用するセメント事業を強力に推進することとし、政府も1955年度の予算で1億円の財政投資を決定した。この頃の東北は、一人当たりの実質所得が国民平均の約6割でしかなく、日本経済の発展の障害とみなされるようになっていたため、 吉田内閣に代わって成立した鳩山内閣は北海道、東北の開発について強力に推進する方針を打ち出し、1957年に東北開発三法といわれる北海道東北開発広告法、東北開発促進法、東北開発株式会社法を成立させた。1957年8月、東北工業株式会社から直営事業として、 福島工場と木友も工業所を引き継ぎ、投資会社として17社を引き継いで、東北開発株式会社が新発足した。東北地方の期待を担って、新発足した会社であったが、東北7県の要望を組み上げて作成した事業計画は、黒時代一主義を強調する政府から縮小され、地元の失望を深くした。1957年度から36年度に至る5年間、 会社はセメント及びハードボードの二事業の創始、福島工場及び北友工業所の二直営事業の整備、また土地造成事業の実施や砂鉄事業の推進、投資会社に対する投融資などを図ってきたほか、地域開発のための調査研究を行ってきた。しかし、一方では会計検査院から、粉飾決算を指摘されたり、贈収賄事件で宮城県警の捜索を受けるなど、 法満経営により決算では多額の損失を計上していた。このような状況の中で総理大臣通達として会社経営改善対策についてが出され、1964年度を初年度とする再建5カ年計画を作成し、政府の財政援助を得て会社再建に取り組んだ。この間に直営事業であった福島工場及び人も工業所の分離民営化、 砂鉄事業の収支、造成土地の売却を実施し、投資会社については、それぞれの会社の状況に応じて、再建、民営化、生産等を行い11社にまで減らした。残された、セメント、ハードボードの二直営事業については、設備増業や、ハンド開拓により、基幹事業として強化した。これらの結果、1968年度末には、 累積欠損金が88億円となったが、企業体質は著しく改善され、翌1969年度からは、黒字決算ができるようになった。会社再建計画が終了してからの会社経営は、基幹事業であるセメント、ハードボード事業の基礎固めをする一方、公共性と採算性の相反する要請を調和させ、東北地域の開発に資していくという方向を目指して、 新規事業要項を定め、岩手県肉牛公社臨海鉄道事業への出資や、直営事業として、内陸工業団地の開発事業に取り組むとともに、むつ小川原開発計画へ参加してきた。昭和50年代に入ると、東北地方への公共投資による下支えに加え、高速交通体系の整備により、東北経済は飛躍的に発展し、 産業構造の高度化が加速され、自律的発展へと歩み始めた。一方、1967年に行政管理委員会は廃止すべき、特殊法人の一つに東北開発株式会社の名前を挙げた。その時は存続させるとの結論になったものの、その後も常に行政管理委員会の審議の訴状に上がり、1979年に政府は、 法定の存立期限である1986年度までに民営移行すると決定した。民営移行にあたっては、企業性の高い事業については民間会社に移行し、公共性の高い事業については他の公的機関等に移行することを原則として、こととし、資本金を25億1360万円に減資して、商業法人残地方式により、 昭和61年10月6日、民営移行した。セメント専業メーカーとなった会社は継続して、黒字を計上していたものの、セメントメーカーとしては、事業規模が小さく、会社継続に不安があったため、平成に入り、以前から企業協調の実績のあった三菱工業セメントと合併協議を始め、平成2年12月に三菱工業セメントと、 三菱金属が合併して発足した三菱マテリアル株式会社と1991年10月に合併して東北開発株式会社は消滅した東北工業時代の直営事業は25事業を数えるが1957年に東北開発に改組されてからの直営事業は東北工業より引き継いだアタン事業と 加工事業の2事業を含めて5事業を数えるのみである。1940年に国産エネルギー資源の開発という国策的検知で設置して以来、山形県最上郡船形村でアタン鉱山を創業してきた。エネルギー資源が極度に不足した時期においては、国内有数のアタン鉱山として燃料の確保に大きな役割を果たしてきたが、 戦後のエネルギー革命の急速な進展に伴い、需要が減少し、1959年以降の業績は欠損に転じた。1 9 6 2年2月、地元山形県尾花沢市の木友工業に営業場とされた。1941年に日本相場から譲り受けた福島市の人造建作材製造工場を、戦後は石灰石を原料とする、石灰窒素。 カーバイド、アセチレンの製造工場に転換した。多大な収益を上げた時期もあったが、昭和30年代後半に入ると、石油化学工業による製品の進出が著しく、なり、増設増産により競争力を維持しようと努めたものの、損益は悪化していった。1968年度半ばに、地元企業であり、日野自動車工業の系列化で発展を続ける。 福島成功から会社の事業拡大のため、全従業員継続雇用の条件で営業譲渡の申し入れがあり、1969年4月1日に譲渡された。1955年、東北工業者再建のため、石灰石の有効活用先としてセメント工場を建設することが計画され、候補地の中から岩手県東山地区を選定して建設を始め、 東北開発者に新発足した後の1958年6月に岩手セメント工場として創業を開始した。最初はシャフトキルン5機による年間22万トンの生産能力であったが需要の増大に伴って増設を繰り返し1971年までに2機のレポールキルン、2機の SP キルンを加え1978年度には170万トンの セメント生産をするに至った。そしてさらに生産販売量を増やすため、青森県東通村シリアに年産150万トンの工場を建設し、1979年4月に青森セメント工場として創業を開始した。営業面では開発セメントの名称が定着し、生根化の流れにも対応し、1971年からは、 東北地方のシェアの20%以上をキープするに至っている。セメント事業は東北開発者の基幹事業に成長し、1986年の民営移行時には他の事業を譲渡し、セメント専業メーカーとして再出発したが、1991年10月に三菱マテリアル社と合併した。岩手、青森の両セメント工場は現在も創業を続けている。 東北地方に大量に損する木材資源の有効活用を目的として、福島県藍津若松市に木質繊維版であるハードボードの生産工場を建設し、1961年3月に年産1万2000トンの規模で創業を開始した。最初は4尺9尺サイズの第1系列のみで、あったが6尺9尺の第2系列及び第3系列を増設し、 1973年には年産5万8千トンの生産能力となった。1977年には一部の設備をインシュレーションボード製造設備に改造し、シージングボードや畳ボードの生産も開始した。ハードボード事業は1986年の東北開発者の民営以降に先立ち、1984年3月、分離独立して開発ボード株式会社となり、 東北開発者の全額出資主会社として再出発することになった。その後、東北開発者が三菱マテリアル社と合併したのに伴い、その子会社となり、さらに2007年4月、全株式が大健康業者に譲渡され、現在は東部大健康業を合津工場として創業している。東北開発会社法が制定される際に、 産業立地条件を整備するための必要なる施設に関する事業が加わり、工業用地造成事業がスタートした。秋田工地区、塩釜一本松地区、酒田市高砂、大浜地区、小名浜地区等で実施し、1961年のうちにほぼ一段落した。昭和40年代に入り、東北でも工場立地が活発になるにつれ、 内陸工業団地の開発事業を要望され、第三の直営事業として積極的に取り組むこととなった。その一つに、仙台北部工業団地があり、自動車工業の誘致を目指して用地買収を進めたが、第一次オイルショックにより、企業の投資意欲が減退し、使用付けにせざるを得なくなった。その後、民営移行の際にこの事業は、地域振興整備公団に引き継がれ、 買収した用地は宮城県土地開発公社に譲渡された。現在、この工業団地にトヨタ自動車東日本をはじめとする自動車産業が立地している。直営事業とはならなかったが、東北開発者の歴史を語る上で忘れてならないのが、砂鉄事業である。青森県下北地域は、太平洋戦争以前にも、当該地で産出される砂鉄を精錬する。 事業所が立地し、戦後は東北砂鉄工業が立地、さらに1954年の通商産業省、未利用鉄資源調査委員会において、青森県内で国内全体の約4割、下北地域だけで国内全体の約2割という砂鉄埋蔵量が報告されていたことから有効活用を目指したものである。そのため、1957年に、 東北開発者が再発足した際に選定された後、大規関事業の一つに、砂鉄利用工業を掲げ、1958年から調査活動が開始、青森県下北地区に、筑工港一貫方式による特殊工工場の建設を目指した。その後、砂鉄工区の取得、精錬方式の決定等を経て、1962年7月には、三菱グループとの提携覚書が締結され、 1963年3月に総理大臣の認可を受けて、同年4月に資本金5億円で、ム津製鉄株式会社が設立された。本社は東京都千代田区大手町に置かれ、事業所は青森県ム津市に設置することとなっていた。しかし、1961年をピークに、砂鉄づくの需要は減り始めており、代わって、航路づによる安価で良質の鋼が、 出回り始めていた。このような情勢から数字にわたり実施計画が見直されたが、いずれも企業化は困難であるとして1964年11月、三菱グループが撤退を表明するに至り、1965年4月、無津製鉄事業推進断念の閣議了解がなされ、無津製鉄は解散した。また事業断念と同時に、 三菱工業社長から東北開発者の第二大総裁となっていた伊藤安次郎が辞任している。事業予定地だったむつ市は1959年9月に市政施行しており、新市の長期構想における大きな柱として位置づけられた当該事業の受け皿として、大港を下北不当の岸壁整備をはじめ、三本松団地や平井団地、 むつ工業高等学校や太平中学校等のインフラが昭和30年代後半に相次いで整備され、また地府民による個々の施設しかなかった田辺地区の上水道もこの時期に事業開始された。また、初代むつ市長となった杉山勝夫は当該事業の進捗に支障となることを危惧して、それまでの無所属から自由民主党に入党している。 しかし、当社は、設立からわずか2年で解散となり、その間、ムつ市での実質的な事業活動は、ほとんどなく、経済波及効果は、ほとんどないまま事業中止となったことから、当該事業に代わる事業の誘致活動が行われた。結果、1966年5月厚に、ムつナイロン株式会社が発足、翌昭和42年。ありがとうございます。